今回は物理科学的要因の計測についてお話しします。様々な環境要因は人の体に影響を与え、害を与える場合もあります。こうした環境要因は体で感じられるものもあれば、感じるのが難しいものもあります。音や熱の場合、どの程度の量かを把握するのは容易ではありません。検知器の考え方。物理化学的要因の存在を量的に把握するためにセンサーまたは検知器という考え方が使われます。音の検知。音の場合は音の大きさやエネルギーをマイクを通して受け止め、電子的な回路を経て騒音計の針の動きに表します。皆さんの持っているスマートフォンはアプリを入れれば騒音計として使用可能です。熱の検知。熱の場合は昔からよく使われてきたのはアルコール式の寒暖計です。ガラス管に封じ込めたアルコールの膨張を、ガラスを上がるアルコール柱の長さとして把握し、長さを摂氏の度に変換していました。化学物質の検知。空気中の化学物質の場合は検知管という注射器を大きくしたような装置の中にピストンを引いて物質を含む空気を吸入します。検知管の内側には化学物質と反応して色彩が変化する試薬を入れておき、化学反応の結果の色彩変化から化学物質の量を読み取ります。さて、以上のような検知器は20世紀後半までは様々な現場で実際に使われていました。現在ではほとんどの検知器が電子化、ネットワーク化されています。